はい、本日は室内コイ釣り堀の釣り方についてご説明したいと思います。道具はこちらですね。入り口で受付してもらえると、この釣り竿、餌、あと魚を入れておく軸がもらえます。これを持って室内釣り堀のコイ釣り堀の方まで来てください。では釣り方実際にやっていきたいと思います。まず釣り竿にこんな感じで糸と針がついてますので、手に刺さらないように刺さってこんな感じでほどいていってください。で全体こんな感じになってます。で糸がすごいくねくねしてると釣りづらかったりするので、ちょっと指で挟んでぐんと引っ張ってあげると、こんな感じでまっすぐになります。こうやってちょっとやってあげるとより釣りやすくなります。そしたらこの針に餌をつけていきます。その大きさ、だいたい米粒ぐらいですね。目安が後ろの背もたれのところに大きさ貼ってるんで、これ参考にしてみてください。だいたいコイ釣りは米粒ぐらいの大きさで、で米粒ぐらいの大きさにまとめたら針でちょんと引っ掛けます。これだけ。そしたらもうね、室内釣り堀水がすごい透明で魚見えるので、実際目で見てもらって魚がいるところに引っ掛けを落としていってあげてください。この浮きがついてるんですけど、浮きのところで餌が止まるので、魚が いそうだなっていう高さまで浮きの長さを調節してあげてください。引っ張ると浮きの下が長くなって、簡単に引っ張ると浮き下が短くなって、でこれで深さを調節できます。そしたら実際に釣っていきたいと思います。いきます。浮きもついてるんですけど、実際に餌を見てもらった方が釣れやすいと思います。白い粒、餌の粒が魚の口に入ったのが見えたら、ちょっとね手首を動かして、こんな感じで合わせていただくと、魚の口が小さいので餌をよく見て入った瞬間に狙って合わせてください。はい、釣れました。こんな感じでね、あ、これ金魚、こんな感じでちょんと引っ掛けてあげると魚の上唇に引っかかります。でこれ今から外していきます。受付でこんな感じでビクがもらえるので、これを水の中につけてあげてください。でこういうところにカラビナに引っ掛けて、針を合わせます。針は根元を持って、ひっくり返すようにすると簡単に外れます。で、それを反対側に返す。これで外れます。こんな感じで魚を頑張って釣ってください。